飲むとイボを取るのに効くと言い伝えられていた水が一転、危険な水扱いとなっています。浜松市西区にある水神社の湧き水から暫定指針値を超える有機フッ素化合物 PFAS が検出され、地元の人たちは湧き水を飲まないよう看板を設置しています。神社のフェンスには湧き水を飲まないよう呼びかける看板も設置されています。浜松市西区の水神社、水神様として長年親しまれてきた神社の湧き水から発がん性が疑われる PFAS が検出されました。国の安全基準で PFAS の暫定指針値は1リットル当たり50ナノグラムと決められていますが、神社の湧き水からは90ナノグラムの PFAS が検出されたということです。この湧き水は新浜松の自然100選の一つに数えられ、イボ取りの薬効があるという伝承があります。しかし今は絶対に飲んではダメなどと強い言葉で注意が呼びかけられています。地元では本当にこうみんながこう親しまれている水ですけどね、想像だにしなかったことですけどね、ちょっとショックですね。水神社の湧き水は断水が発生したとき非常用の飲み水としての利用も想定されていました。今回検出された90ナノグラムという数字について専門家はこう話します。少しだけ口にしたということであればですね、影響というのは大きくはないだろうと思いますが、常に使うということは望ましくないと。もともと地下水というのはきれいで飲み水に使うというような地域の、そういった資産でもあったわけですので、その点ではやはり、これ以上汚染しないというような視点でですね、やはり発生源等の特定、またそれの対策っていうのが必要だろうと思います。PFAS をめぐっては今年8月、水神社から2キロほど離れた航空自衛隊浜松基地の周辺から高濃度の PFAS が検出されています。基地周辺の地下水を採取し調査した結果、これまでに33地点で暫定指針値を超えたことが判明していて、浜松市は PFAS の発生源特定を急いでいます。